はい、どうも日本一周中の NSK と申します。さあ今日もね、九州一周釣り旅ということで、引き続きこの上五島でのね、離島での釣行の様子をお届けしていくんですけれども、今日はですね、堤防でね、磯の王者石田をね、狙おうと思って来てますと。実は昨日ね、一日やってたんですけど、なかなか釣れないということで、今日はリベンジ戦ですね。昨日はね、餌としてウニ餌、堤防で取れるあのガンガゼっていうのをウニ使ってたんですけど、この時期はね、そのウニをね、石田石が食わないらしくて、なんで急遽ね、スーパーでちょっとあの牡蠣が売ってたんでね、いくつかね、買ってきましたと。生きてる牡蠣じゃないし、ちょっとね、数もそんなにないんでね、果たしてこれで釣り上げれるかわからないんですけどね、もう早速やっていきましょうと。普通ね、磯だったら結構ごっついタックル使うと思うんですけど、まああくまで堤防なんでね、シーバスタックルでね、いいだろうと。ちょっと餌取りが多いんでこのまま落としましょうかね。よし、試しにちょっとね、ウニ餌をね、使ってみますか。ウニはね、これで、まあ、本当はもう先に峠をね、落とさないといけないんですけどね、で、ウニ同士を通して、はい、お尻からハリスに、まあ、正確には下が口なんだけど、はい、イルカじゃん。え、あれイルカだろ。うわ、イルカやん。校内やぞ、ここ。え？え、校内やで、ここ。え？これ、ここ、がっつり校内なんですけどね。一応まあ、フェリー発着場で、水深はね、結構もう手前から2、30とかあるんですけど、2メーター、2メーターじゃ、20メーター、30メーターあるんですけど、マジで？お、早速。よし、いきなり来た。いきなり来たけど。おお、マジか。おお、来た。まさか、の。違うやつかと思ったら本命やんけ。よいしょ。いきなり川打ち曲がったから全然違う魚かと思ったらいきなり本命やん。マジで。おかしいな。昨日めっちゃ難航してんけど。いや、昨日ね、めっちゃね、こいつ釣るのにね、難航したんですよ。だから全然、実感湧いてない。まあ、これってね、そんなでかくないけどね。はい。まあ、三馬層にちょっと毛が生えたぐらいの。まあ、でもね、立派な石台ですよ。サイズが35センチぐらいですかね。うん。36か。36センチだ。あ、意外とでかかったな。うん。やりました。初磯の王者。あっさり釣れすぎて全く実感湧いてないけど。いやー、まさかでもね、ウニ餌でね、釣れると思ってなかったですね。全然本当に昨日やっても釣れなかったんで、他の餌しかね、来ないかなと思ってたんだけど、まさかね、こんなあっさり釣れるとは思ってなかったけど、まあ、この調子でいけばまだ数釣りできるかもしれないんで、引き続きちょっとね、やっていきましょう。よいしょ。とりあえずウニかな。
あ、でも今潮がめっちゃ効いてるから、それで石鯛の活性が上がってるんかもしれんね。それはあるね。なんだこれ、重っ。よっしゃ、おー、重た。え、引きすぎじゃない？ちょっと待って、何これ。え、出た。はいはいはい。はい、よいしょ、よいしょ。五島というか九州の離島とかね、よくいるイラちゃんですね。こっちではね、ナベタという魚なんですけどね、これがね、よくね釣れると。で、さっきからちょっかい出してきたのはこいつですね。多分全部あたりこいつだと思います。まあ可愛いんですけどね、こいつもね。コブダイに近いベラ科の魚でね、歯がすごいですね。これ牙がすごいとんがってる。まあね、引きは面白いけど。さあ、というわけで、なかなかね、魚が釣れなくなってまいりましたんで、ちょっとね、これをその場でね、食べようかなと。さっき釣ったね、36センチか、はい、の石鯛ちゃんですね。相変わらず歯が鋭い。今ちょっと3時ぐらいでね、ちょっと今日はまだお昼を食べてないんで、お腹減ったんで、ちょっと食べましょう、刺身で。綺麗な白身やね。よっしゃ、三枚おろし完了。よし、完成。はい、石鯛の刺身超うまそうですね。まあね、ところどころね、鱗とかね、汚れがついてるんですけどね、もうそんなものは気にしないと。もう水分もね、キッチンペーパーですら取ってないんですけど、そんなめめしいものは使いませんよ。もうこれサバイバルですからね。これはまあ醤油は使うんですけどね。はい、おすすめの、はい、九州のね、甘口刺身。よし、ほんでね、まあ、最近通例というかね、あの橋がないんで、はい、もうナイフで食べましょう。これね、これね、油がね、めっちゃね、ギトギトなんですよ、これ。やばい。油がめっちゃ乗っとる。いただきます。ふんふん。石鯛すげえな、めっちゃ弾力やばい。まあ油はね、そんなでかくない、サイズ的にでかくないから乗ってないけど、うまいっすねこれ。うん、これうめえわこれ。うん、適当に釣った魚は結構適当に釣って適当に調理したつもりやけど、超高級っすね。
当たり前かもしれんが、やはりこの一台の刺身はねめちゃめちゃうまかった。うん、まあ、ちょっとまだね時間あるんでぼちぼち食いながらね釣り続けますか。とんでもない、やべえ石台来たかなと思った。君か、いや面白いよいしょ。はい、ということで再び、はい、イラちゃんですね。さっきのよりもねちょっとだけサイズアップしましたね、はい、相変わらずこのキパがすごいのでね、かなり最初だけは強烈なねトルフクフルな引きでね、今ちょっとめっちゃね流れがね早いんで流れの方向に乗ってすごい引きで一瞬40アップのねすげえ次第かなと思ったら、はい、案の定この子でした、はい、まあ楽しいね、やりとりはめっちゃ楽しい。